はい、どうもお疲れ様です。12月8日朝6時15分の相場解説になります。タイトルとしてね、荒れる木金というふうにさせていただきました。昨日はですね、全く材料のカレンダーにもなかったですし、どこにもね予感がなかったんですが、植田総裁の発言によって6円弱ぐらいの円高方面への移動がありましたね。これはね、この今日足のチャートをご覧いただいてますけども、これまでの動きっていうのはずっと過去に全然なかったですよね。どこにもなかった。そのぐらい1日でこれだけのインパクトを出したわけなんですよ。ついにはね、一時期は150円を突破して152円のあたりまで行っていたわけなんですけども、これがなんと140円台に行くんではないかなというふうに、10円ぐらいの落差を作る売りのトレンドができて、それを加速したわけですよね。昨日はだから6円弱、ここまでの、なんか数週間分を1日で塗り替えるぐらいの動きがありました、ね。で、今日は速報値がありますからね、また。ADP だったかな。今日はね、8時50分に GDP の改定値が入りますんで、今日の日本時間のトレードっていうのは9時半ぐらいから始めた方がいいと思いますね。ですので今6時15分を過ぎたところですけども、あと3時間ぐらいは様子を見ることになると思います。9時なり10時なりにその形を見てトレードをすることになります。で、夜はね、米国の雇用統計も入りますんで、まあ夜はあんまり関係ないんですけども、22時ぐらいになりますから、1日テクニカルで一勝負二勝負できればいいんじゃないかなというところです。このように日足は売りのトレンドが相変わらず続いていまして、それがさらに昨日で加速したかなと。で、大きなヒゲを出してますんで、ちょっと売られすぎたところが利確で買い戻されてるなっていうところありますね。あとはこのヒゲを少しずつ埋めるような日々が始まっていくんだと思います。はい、そしてですね、4時間の方に移っていくわけですけども、4時間はご覧のように、ずっとですね、ここでレンジを作っていた時期があったんですけども、そこをブレイクして大きく下の方に移っていったと。で、ここは N 字でいいんですけども、日本時間から、なんですかね、ロンドン、それからニューヨーク時間に移ってきたところなんで、この動きはあるだろうなと。それで深夜、ニューヨークの時間で大きくまた下がっていったってことになりますよね。で、このヒゲってのはもう利確で、その分戻ってきたってことになります。ですので、新しいマーケットはこのあたりに設定できると思えるんですよ。で、1時間を見てさらに細かくお話していきますけども、ここでね、調整が今入ってるわけなんですけども、調整の特徴と見分け方についてちょっと簡単にお話していきます。というのがね、レンジの底としてできているここのラインなのか、それとも N 字でですね、ここみたいに戻り売りに入ってこっからまたブレイクが始まる形になるのかっていうのが、このね、調整の特徴なんですよ。で、今調整が入ってグーッと上に上がってるじゃないですか。で、今回はこれレンジの底と思った方がいいです。で、この実体を下にしたレンジの底です、ここがね。で、基本的な見分け方として簡単なのは、長いヒゲが出てるやつはこれはここで利確が起きて戻ってるんですよね。ですんで、下がここになりますよってことなんですよ。これ N 字の戻り売りではないってことです。こちらの方は下ヒゲちょっと出てますけども、これは戻り売りのための N 字の調整なんですよね。これ同じような跳ね上がった陽線が出てますけども、長い陰線の後に陽線がちょびっと出てますけども、同じように見えてるけど全然意味が違いますからね。ここはこれから新マーケットができますので、この辺りにまたね、今日1日なり半日かけてマーケット設定を私たちがしていかなくてはいけないってことになります。はい、ということなんでちょっと消しますね。今日なんですけども、昨日は141円を割りそうなところまで動いていったわけなんですよね。141円の400あたりまで行ったわけなんですけども、今日はね、値段が戻っていって143円の230あたりが底値になります。で、どっかでレンジを作るはずなんですけども、最初に疑わしいのがここですね。この力点でこれが戻ってきて、まあこのあたり切り板で分かりやすいように設定するとこのあたりですかね、310のちょっと下、144の310のちょっと下ということになりますんで、おおむね70ピップスから80ピップスの間でできるんじゃないかなと思います。ただし今上程がね、まだね、確定できないんですよ。これを確定するのが8時50分から始まる、GDP の改定値が発表されて、9時半から10時ぐらいには見えてくるんじゃないかなと思います。はい、それではね、おおむね
円高の方向にもう向かいますよ、今日あたりから。で、年末年始を通じて、円高の方向に向かって130円台っていうのもあるんじゃないかなと。ちょっと前ですけども、139円から140円までのその10の桁の心理的壁ってお話ししましたのがもう懐かしいですけども、あそこまでねまた戻ってくるってことなのかなと思います。はい、それではね、円安はぼちぼち終わりかなっていうところ、これはまあ来年からはそうなると思ったんで共通認識だと思いますけども、一足先にその流れが来たかなっていうところですね。はい、じゃあ今日も頑張っていきましょう。 FX オリガルヒの皆様はまたね追加放送しますので、その時までしばしお休みください。